カルパッチョカルパッチョはイタリア料理の一つ。生の牛ヒレ肉の薄切りにチーズもしくはソースなどの調味料をかけた料理の総称である。イタリアの画家であるビットオレカルパッチョが薄切りの生牛肉にパルミジャーノレッチャーノをかけた料理を好んだことから彼の名をとってカルパッチョと呼ばれているという説がある。また彼の独特の赤色を基調とした作風が さらに並べられた薄切りの生牛肉の色彩に類似しているためにその名があるとする説もある。第三の説として1963年、ベネツィアでのビットオレ・カルパッチョ生誕500年回古典の期間中に、同地のレストラン、ハリーズ・バーで考案された料理との説も知られている。前の二つの説が、ベネツィアの伝統料理であるとの前提に立っているのに、対し、本国イタリアで定着している。 第三の説は近年の創作料理であると主張している。生牛肉にニンニク、オリーブオイル、グラナパダーのチーズ、アルバサンシ白トリュフをかけたピエモンテ州、ランゲ地方の伝統料理にヒントを得たとの記述もある。日本においては、生の牛ヒレ肉の代わりに、マグロやカツオ、鮭などの刺身を使用したカルパッチョが和洋折衷料理の代表例となっており、その創作者はレストラン。 ラブッドラチ落合の落合つトムだと言われている。カルパッチョの発祥国イタリアにおいても、世界的な刺身ブームの影響を受け、生の魚肉を使ったカルパッチョや、野菜やフルーツを使ったものも多くなってきている。21世紀研究会、編食の世界地図282ページ分芸春秋社、重金月市、寿司屋の常識、非常識朝日新書、104p、 ありがとうございます。